シンプルに塩焼きで。感じに焼けてる。鮎が焼き上がりました。すげえうまそうです。よし、ほんじゃいただきます。ではうまい。日本人はこの鮎の内臓を食べるんですけど、この鮎の内臓の独特の苦味がまたこれおつなんですよ。鮎の塩焼きとビール。ちょっとこの早行ってみたいと思います。骨硬そう。